はい、というわけでね、今日はですね、岡山市南区の大福というエリアにやってきました。でこの目の前が三宅医院さん で 奥が大福クリニックになるんですよね。で毎年このシーズンになったらライトアップがものすごいというね、このエリアです。今日やってきました。でちょっと撮影許可もらって今日は撮影します。で今年はですね、もうこの、1週間前ぐらいかな、ライトアップ開始したんですけども、こんな感じでめちゃめちゃ綺麗な、ね、イルミネーションずらーっとね、こんな感じで綺麗にイルミネーションされている中で、この上にサンタクロースさんがいます。歩いていきましょう。見れない方のためにもちょっとこのカメラで精一杯頑張ってみようかなと思います。結構なんだろうな、癒されますね。まあ、去年本当に医療従事者の思いを込めてみたいな感じでもあったんですけど、今年はやっぱり去年よりはだいぶアップグレードしてこんな感じになってます。非常に綺麗なライトアップ、倉敷であった勝利公園、そんな感じというか懐かしい思い出がちょっと蘇ってくるような雰囲気が個人的にあります。でこちらにもね、立派な感じで LED イルミネーションされてます。はい、というわけで今日はですね、こんな感じで軽く軽くねお届けいたしました。興味ある方、お近くの方ぜひ行ってみてください。こんな感じです。インスタ映えスポットです。Thank you.
この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。